もう西尾先生 のご講演でもう十分なはずなんですけど、私が、まあ、わざわざ出てくる必要もないんですけれども、まあ、西尾先生がぜひということでおっしゃってくださったんで、まあ、私はですね、日本人っていうのはやっぱりまあ、こういう西尾先生が格闘されている、こういう書かれたもの、要するに日本人は書くという行為よりもですね、形で作るという行為の方がはるかに秀でてるというかですね、あんまりこうベラベラおしゃべりするっていうか、論理でガタガタ言うというようなことは、つまり西洋人的にですね、常にこうああいうのは、まあ、先ほどのお話ありましたけど、敵が多いですから、西洋人というのは敵の中に生きているわけですから、敵に対して論陣を張ると、まあ、いわゆる戦わなければ、武器で戦わなければ口で文句を言うと、口で戦うということをやるわけですね。だからそういうことに日本人は長けてないんですね。で、日本人は別にその戦う必要はあんまりないですから、戦争をですね、海外でやるなんていうことは、まあ、第二大戦で西洋から引きずり込まれて やりましたけれども、しかしほとんどそういうことを必要としない。それからまた平和的に日本人になっていく、まあ、朝鮮からも中国からもですね、東南アジアからも来てるしですね、そういう国家だったから、あんまりこう文字が必要としない、まあ、レヴィ・シュトロースが言ってますけれども、文字っていうのは常に戦うということ、あるいは権力、階層が階層を支配するためにですね、契約したり、まあ、命令書を出したりですね、そういうことのために文字が必要だったわけで、そういうことが日本にはなかったからですね、で、文字で書くということがあんまり得てではないんですね。ところが私は、まあ、先ほどの西尾先生の話じゃないけれども、熊沢万山、あるいはその自学が初めて日本人であることを意識したとおっしゃいましたけれども、私はですね、もうすでに形においては日本人であることを、もうすでに飛鳥から奈良からですね、その頃からもうやっていましてですね、中国とも違う、別の仏教彫刻とも違う独特な日本人 の非常にヒューマニティのあふれるですね、日本人の顔が出てきてますね。ですからそれを国民の歴史にもずっと写真で載せられてましたけれども、それほど詳しい一つずつの説明がなかったんですが、日本人はですね、やっぱりそういう形で日本人であることを意識している、あるいは日本人であることを自分で考えているということがあったんだろうと思うんですね。ですからあんまり言葉で言うと、まあ、もちろん万葉集の、まあ、ああいうですね、歌の中でもやっぱり日本人であることを感じさせるものがありますが、やはりそういう、まあ、文化っていうのはやっぱり総合的に見ないとわからないので、形による日本人のですね、この激しいこう人間意欲というかですね、そういうものがもうその飛鳥彫刻、奈良彫刻、私はまあ古典って言ってるんですけど、そういうのに出てきてる。それはもうインドや中国と全く違う、本当にそれ自体も単に日本人の顔だけではなくて、世界の普遍的な人間の顔にもなりうるものを作ってるんだろうと私は思ってるんで、そういう意味でも早く形の歴史をですね、日本の文化の歴史にきちっと位置づけるっていうことが日本人にとっても非常に重要だろうと思うんですね。そしてまたそれは本当に、まあ、世界の人に見てほしいということなんですね。で、私、まあ、その大村先生やいろんな方と、まあ、奈良や京都を歩くわけですけれども、やはりすごいというわけですね。やっぱりそういうことをですね、早く日本人が自覚しないと、まあ、今日本にやってくる人なんていうのは300何十万しかない。だけどもアメリカはその10倍、フランスに至っては20倍来てるんですね。つまり人口以上の人が訪れてる。それはやっぱりそういう宣伝をしてるからですね。やっぱりフランスは単なるフランスファッションだけじゃない、ルーブルがあって、これだけ優れたものがあってですね、これはもう世界の人が見なくちゃいけないんですよ、その人間の証
を示しているんですよということをですね言ってるわけです。イタリアもそうですね。イタリアも4000万ぐらい来るんです。日本はたった380万、そのくらいしか来ないっていうのはですね、まあこれはもうほとんど380万の中もまあいろんな出稼ぎとかですね、そういうことで本当に文化を見に来るって人は本当に少ないわけですね。しかしやはりそれだけの日本のものがあるんだと、日本というものはそれだけ見せ物があるんだということをやはりまあ政府をはじめ政治家もはじめですね、文化人が持たないとですね、それは増えっこないわけです。で、それだけの誇りがある日本のですね、この文化があるんだということを皆さんもまたですね、自覚される必要があるだろうと思います。それは私はまあこれだけまあ微力ながらですね、ヨーロッパを研究し、まあそしてそういう中でですね、この日本の良さっていうものが分かった、自信持って言える、そういう意味であるわけで、決してただ強がりで言ってるわけじゃないわけです。で、これからお話しするですね、その北斎もこれもすごい人でですね、まあ北斎なんていうと浮世絵画家でなんか漫画の始まりだとか自虐的なです、まあにこう民衆像ですね、なんか描いていて、なんかこう滑稽な、まあ、漫画を北斎漫画を描いてるとかって、まあ、そういう評価もあるし、浮世絵なんていうのは、まあ、研究の対象にもならないなんていうようなこともなっているわけですけれども、これはこれすごいわ、まあ、先ほど西尾先生がおっしゃったように江戸のすごさをですね、形で体現しているようなところがある。でこれはもう本当にまさに開かれた人であってですね、決してその江戸のなんか鎖国なんていうのことで閉じこもったからこれだけ育ったっていうわけでもないんですね。っていうのは非常にその当時入ってきたまあオランダ南画をですね吸収しているわけです。つまり、まあ、これからじゃあちょっとスライドをお願いしますけれども、スライドでですね、このまあ、北斎といえば、まあ、たくさん、まあ、皆さんもご存知と思うんで、全部お見せするわけにもいかないんですけれども、これはですね北斎漫画の中 の遠近法って、まあ、ご存知のようにですね、この消失点に結んで全て建物がこう一点に集中して見えるという、まあ、西洋のですね、このまあ、ルネッサンスと言われる時代の、まあ、発見だと言われている。それはブルカルトなんか何っていうか個人主義だっていうわけね。個人主義の視点、つまり自分がこうやって絵を見る、つまり物を見るときに自分の視点で見るから、そこに全ての、まあ、線がですねこう結ばれていくという、そういう意味であるわけですけれども、でそれをですね、まあ、オランダから入ってきているわけで、また中国経由でも入ってきているわけですね。で、それこそがルネッサンス、ヨーロッパ絵画の始まりだ、まあ、アルベッティ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチがですね、この優れた絵画、ヨーロッパ絵画を作り出した一つの発端であるということが、まあ、よく言われるわけです。で、そういうものをちゃんと彼は、まあ知ってるわけですね。そしてしかしですね、これご覧になって分かるように、実を言うと中心に向かって結んでないんです。つまり右側ご覧になって分かるように、単なる三分をしてですね、三つに分けて、そしてその地平線に結んでいる、まあこの上からの線、下からの線がですねあるわけですけど、本来でしたらこれが一致するわけですね、真ん中でです。ところがやはりこの間に間があるわけ。でそれを同じことを向こうの絵で描いてるんですね。建物があって塀があってですね、それ本来でしたら一点に結ぶわけです。でこれを見てですね、まあ、西洋の研究家はまだ理解してないなんて言うんですけど、とんでもないです。彼はまあちゃんとその芝交換や、まあ、その周りの、まあ、欄画家たちを知っていまして、彼らが一生懸命になって西洋画を真似してですね、消失点に結ぶ絵を描いてる。でところが彼はそれを見てですね、つまりそういう
西洋画を見てもですね、そんなすぐ真似しないんですね。真似しないというより真似してもですね、これはちょっとおかしいと。つまりこんな絵ではですね、こう実を言うとつまらない絵しかできないと。つまり一点で結んでしまうような絵を描きますとですね、まあ、左の方がそうなんですが、ただこうそういう距離感だけを示す絵になってしまう。しかし絵っていうものはそんなもんじゃない。でやっぱり彼はですね、伝統的な日本の俯瞰法っていうのを大事にするわけですね。あれだってちゃんとした空間を表現する方法じゃないかということを考える。まあ、そういうことでですね、この極彩漫画の遠近法が間違ってるというようなことを言う人がいたらですね、これは北斎の真意をまだまだ分かってないということですね。北斎というのは単にその西洋から来た画法を芝交換をはじめとしてですね、この蘭画派みたいに真似はしないんだと。つまり見る方法っていうのはいろんな方法があるんだと、日本人の見る見方があるんだということを常に考えている。それは彼のその芸術、つまり書いたものを面白くする、書いたものこそ世界っていうものがこの現実と違った世界として独特なですね、この創造物となっていくんだという自覚が意識的にも無意識的にもあるんですね。で、まあ、下の方がちょっとそういう意味で異国の人たちが描かれて、つまり異国の人たちと同じように遠近法っていうのはやっぱり彼らの資格なんで、それを真似しちゃつまらんということを言ってると言ってもいいと思うんですね、この草漫画で。次お願いします。で、例えばこの覗き箱っていうのが入ってるわけですね。で、西洋でからも入ってくるこういう覗き箱、これは まさにその厳冬期あるいは写真機の元みたいなものですけれども、北斎はそういうふうに書かないんです。そんなものは、まあ、鈴木春信なんて書いてますけれども、この雨戸の中からですね、の破れから入ってきた富士山が逆さまに見える。でこれが面白い。でこういうものなら描いてみよう。つまり彼はですね、その描く世界っていうものの自立した世界っていうのを非常によく知っていて、描いたものはもう違う世界なんだっていうことを、それを作らなきゃいけないんだ。でこっちではここで お掃除していたりですね、これを障子に映った富士山、逆さ富士をですね楽しんで、しかし実際こんな逆さ富士がこんな風に映るはずがない。まあ、おそらくこれもフィクションだろうと、あるいは、まあ、たまたまそう映った可能性もあるわけですけれども、まあ、しかしそれはともあれ、このこういう世界、つまりそれを楽しもうという、もう一つのですね、この人間性っていうものが出てくるわけです。決してただ律儀にですね、そういうものがこう映ったからといって科学者みたいにですね、それを見てですね感心するだけではない。そういうものが逆さに映ったことの面白さ、この世っていうのはまあ非常に逆さまになるんですよというようなことをですね、やっぱり社会に対して常にこうそういう目で 見る。でそういうところも非常に近代的なわけですね。それはもう近代っていうのはやっぱり生で見る、現実的に見る、そしてそれを面白く見る、そういうその創造的精神っていうものがなければ、決してまあ、近代ほど、先ほどはまあ近代というのはこう快適に生きる、合理的に生きるということだって、まあ、おっしゃってましたけれども、そういうことがもう実際江戸時代では知っていてですね、しかしそれだけじゃつまらないんだ、もっと楽しもうじゃないかと、もっと面白くしようじゃないかという精神が北斎にあるんですね。それがやっぱり彼の芸術を作っているというふうに考えられる。次お願いします。これはちょっとまあ細かくて双眼鏡でやると見えないかもしれませんが、つまりこれどういうことかっていうと、北斎の北斎36景の一つがですね、決してその遠近法で描かれたんじゃない。だから一生懸命この研究家がですね、その遠近法がどういうふうに描かれているかっていうのを一生懸命線引っ張った結果ですね、全然合ってないんです。どう引っ張っても、で確かにこの家なんかがそれにこう
直線的なですね線はあたかも遠近法に見えますけど、それを合わせてみると全然一緒に結んでないわ。そして遥かに向こうに富士山が見える。つまりですね、こう遠近景とそして遠景っていうのをで、その中景があんまり描かないんですね。でそういう方法で、つまり近景を、この場合には近景を遠近法で使ってますが、向こうの富士山っていうのはそれと無関係にこう置くという。まあ次お願いします。これはもう有名な神奈川県並浦ですけれども、これは今度は前景ですね。前景を大きくものすごくクローズアップする。そして遥か向こうに富士山を描く。つまり中景を完全に抜いているわけです。間の陸地も見えないし、小さな山もない。こんなふうに現実には見えっこないけれども、しかしこれだってつまり前景をこう見てですね、そして前景っていうのはまあ、これはある意味で俯瞰法というかですね、こうどこから見たか分からない、船の上から見たのか、まあ、陸地からこう望遠で見たのか分からないけれども、しかし そんなことはどうでもいいんで、やっぱり日本の伝統的に俯瞰法って言ってますけれども、まあ言いますけれども、そうじゃなくてやっぱり抽象的な一点からですね、高いところからこう見る、そういうこの物をですね、一番よく見えるところ、よくつかめるところから見るという、その独特な日本 の視点があるんですね。それを使ってるわけです。でそこから前景を見てですね、そして向こうにやはり、まあ、遠景に富士山が見えるということを逆に小さく書くことによって強調するわけですね。でこういう面白い、実に面白いこの視覚で、これがやっぱり日本の遠近感、日本のですね想像力なんですね。でこれはもう本当にヨーロッパにない、つまりヨーロッパはまさにそういう科学的に描こうとした上でですね、そしてそこに陰影法や、まあ、いろんな細工をするわけですけれども、彼の場合にはまさにそういう線でですね、単純な線で、というかその一つの、まあ、こう浮き合いというのは線で描くわけですけれども、それに色を加えて、そして単純なこの色彩、まあ、7、8色でこう、まあ、浮世絵は普通描かれるわけですけれども、それで描く。でこの描き方もですね、これは何かっていうとヨーロッパを踏まえてるんですね。ヨーロッパでああいうごたごた、まあ、とにかく油絵でもってですね、非常に細密にファン・ナイク・イーゴ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチ、あるいはカラバッチョですね、レンブラントずっと来てるわけです。それをこの人はちゃんと知ってるわけですね。もちろん日本にいて全部見た、もちろん見てないわけですけれども、ああこういうふうにヨーロッパがこの持ってきた、つまりオランダの画っていうのはですね、日本に入ってるんですね。これは将軍がですね、この幕府がちゃんとにそのヨーロッ、まあ、オランダの画家にですね、6点ぐらいの油絵を注文してるんですね。ですからそれはもう全部入っていますね。17世紀の初めですから、18世紀の初めにですね、入ってるんですね。でそういうのを見ているから、ああ これまでの歴史をその、まあ、乱画でちゃんと知っている、まあ、ミケランジェロ見たとか、レンブラントを見たっていうことは もちろんないわけですけれども、知ってる。そうしますと版画っていうものがですね、決してそういうものに劣らない強い、単純だけども強い、そして彼らが持っている三次元性っていうものを克服したですね、二次元的な視覚でですね、二次元的な面や線でですね描けるっていうことをちゃんと知ってるわけです。ですからやっぱり芸術家っていうのは常にこう自分が本当に今までの世界の中の先端行ってるんだぞと、やっぱりこれは他の画家に絶対負けないものなんだということの自負がですね、絵画を、芸術を強くする、芸術表現を強くする、でそういうところが北斎にあるんですね。ですから彼は常にそういうものが情報が入ってる。今だけじゃないんです。これつまりこういう江戸という中でですね、まあ、これスクリッチさんなんかが江戸の視覚革命なんて言ってますけれども、ものすごく
要するにオランダから入ったものがですね広まっていく、平賀源内とかですね、まあ芝光華のようなまあオランダ専門というか非常に興味を持った人だけじゃないんです。そういうところに広まっているということをこの書いてますけれども、まさにそういうことをちゃんと体得しているわけ で、その上でその上に立ってですね彼は自分の独自なものを出そうとして、それは進歩とかっていうんじゃなくて、とにかく自分の独自性、自分のそのまあ創造性っていうものを打ち出そうとしている。まあ、これがやっぱりまさに今も世界で非常に有名な絵の一つになっているわけで、もうあの日本のソニー以上にですねこの世界でまあ有名な日本人といえば北斎のこの北斎、そしてその代表作がこれになっている。次お願いします。でそれからですね、あのまあ、このセザンヌのことに入るわけですけれども、つまりセザンヌがですね、このこれは近代絵画の父と言われる、世界の近代絵画の父と言われているわけで、まあ、そこからキュービズムも始まった。それはどういうことかというと、キューブっていうのはまあ円錐、それから円筒ですね、キューブ、これでもって全てがですねこの還元される、形が還元されるっていうことを言って、それをあのまあベルナルト・ヒトの手記からですねこのまあ、ピカソなんかに伝わって、ピカソが、まあ、キュビストと言われるわけですね。つまり 20世紀の先駆者である。でこれをですね、これはまあ漫画ですよね、漫画みたいにこう書かれてる。ところがよくご覧になって分かるように、彼は方円で全ての形っていうのはできるんだっていうことを、あの、まあ、略が早教えっていう、林なん早教えっていう本で書いてるんですね。でそれの例としてですね、円とあの、まあ、いわゆる方形で、ここでは円ですけれども、しかしその円っていうのは彼の場合にはこの球でもあるんですね。ですから馬のこういうこの体もですね、円が2つあるっていうことで書いてる。上もそうですね。でそういうこととあのいわゆる、直線で結んでるわけです。でこういうふうなことは何かっていうと、まさに球と円筒とですね、円錐でこの物の形が全てできるっていうことを彼はそのはっきりこの図で言ってるわけですね。でヨーロッパ人っていうのは、まあ、アルベルティはじめ絵画論なんて書いてですね、このいわゆる論陣を張るわけですけれども、そういう論では書かない、これ絵で示してるわけです。で絵でちゃんと3次元っていうのをこう示しているわけです。でそういうことを北斎がやっていて、それをですねセザンヌが使ってる。で私はまあ最近英語で、まあ、あの別に待ってるわけじゃないんですけども、セザンヌとそのジャポニズムっていう、まあ、あの論文を書いたんですけれども、それはですねまさにそういうこのいわゆる北斎の先駆性っていう、北斎の方が先ですっていうことをあの述べたものですね。でまさにそのキュービズムっていうのは北斎から出てるっていうことです。そうしますとですね、20世紀の絵画っていうのは、まあピカソが最初だとするとですね、まさにこの日本の絵から始まって、日本の北斎から始まってると言ってもいいんですね。それをまあ、 論じてるわけですけど、次は、ね、で